うすどうも、オカリンです。今日はね、ついにオクトエキスパンションが解放されました。ほんで俺やろう思ってこう探してたんよ。でもなかったよね。あの予想的にはさ、あの奥の地下鉄入ると思ってんけど、俺ストーリーモードクリアしてないからもしかしてできひんのかなと思ったら更新してなかっただけでした。はい、それでは皆さん行きましょう。入れるよな。びっくりした。入れた。もうびっくりした。マジでクリアしてなかったら無理かもだ。行きましょう、始める。タコツボや儚き夢を夏の月。いいじゃないですか、俳句ですか。なんか曲聞こえてきたよ。長いわ、その俳句長いわ。出てんの、おお、ライブっぽい。おーい、タコ、うわ、起きんのかいこのタコ。やーい、私イカですけど。お前目ん玉どうなってんの。お前ビリヤードの玉入ってんじゃんか、それ白の。よーし、目覚めたか。さあ戦いの続きじゃ、武器を持てと言いたいところじゃが、お主どこかで武器を落としたようじゃの。あ、お前ヒゲドンキで売ってるやつつけてるだけじゃん。すごい浮いてるわ。それにしてもここはどこじゃ。お主と3号がタコツボバレーで戦ってる時、誰かに襲われた気がするんじゃが。3号、ともかくここにいてもしょうがあるまい。一時休戦してここから抜け出さんとな。おっと、その前に名乗るのを忘れとった。わしは当たり目おつまみやん。ニューカラストンビ部隊の司令じゃ。してお主の名は。オカリヌです、どうもよろしくお願いします。ひょっとしてお主、落ちたショックで記憶が飛んだんか。あ、飛んでるんですか。僕、お主自身について何か思い出せることはあるか。あ、何思い出すんやろ。昨晩の食べた晩ご飯とかかな。あ、選べるんや。どうせだってボーイで生きたいけど、なんかこのボーイ出さない。なんかダサいねんけど、なんで一本だけな。こっちの方が可愛いか。ちょっと今回、あ、右もいける。あ、違うか。ちょっと今回はネカマプレイのガールで行かしてもらっていいですかね。圧倒的にこっちの方が可愛いんで。これ、エイリアになってもうてるやん。色白がいいかな。ヘアスタイル、あ、ヘアスタイル選べんのこれ。ちょっと男の人を選んでみていいですか。いやいや、なんでこの2択なんですか。おかしいですよね。タコ要素どこ行ったんですか。じゃあもうこれで行かしてもらいますやんか、僕。もう嫌だなぁ。はい、そういえばお主、教師になってる間塩辛節を口ずさんどったぞ。もしやお主、魂に塩辛節のグループを宿したタコなんか。俺タコでいいの、タコでいいんかな。黙っとるっちゅうことはイエスっていうことじゃな。ヤクザ的思考やめろ。2年前 DJ タコワサ将軍と3号との戦いで塩辛節を聞いたオクタリアンの中に、魂に塩辛節のグループを宿したタコがおると聞いとったが、お主もその一人じゃったか。そうとは知らずに、さっきは3号を消しかけてつつまなんだ。塩辛節が好きなものに悪いやつはおらん。これを真理にして人生の鉄則。そうと分かればスタンドアップ。わしと協力してここから抜け出すぞい。もう最後だけで大王入ってきてるやん。出口探してレッツゴー。オッケー、早くさせろ。お前、アフロのテカリ具合やばいやろ、お前。噛んだ後のガムついてんじゃん、頭に。うーわ。あ、これすごいな、地下鉄。ここじゃない、ここ。タコや、みんな。タコ。タコや。いいじゃない。あ、ここ開いてる、開いてる。行こうぜ。うわー、すげえ。俺、ストーリーモードね、やってないからね。もう時期悪くて動画しようもんだけど、できひんかったから。いやー、やっぱこういうちょっと FPS チックなっていうの、ホラーチックなっていうの、すごい面白そうよね。ステージも80あるらしいから、すーごい楽しみ。パート何本になるんか分からへんけどね。よし、こっちから行っていいんかな。潜っちゃう、あ、潜っちゃうわ。暗いなー、それにしても。あ、違うとこ来ました。エリア移動ですね、これ。あ、カメラリセット。なんじゃここは。とりあえず進んでみるかの。電気、あ、これあれじゃん、病院でな、注射されるとき左上にあるやつやん。あれに見えるわ、オクタリアンのドアじゃ。鍵で開くぞい。あ、これじゃないの。あ、これ違うの。オクタリアンってこれカニやん。あ、今回敵カニなん。あ、そうなんや。敵俺タコかと思ってたけど。
今回敵カニっぽいな。おお、え、なに、若葉シューター&スプラッシュボー、あ、これがステージか。え、違うやん、なんか始まってんけどなんか始まってんけど、オープンワールドなんこれ。え、割れたぞ。お、これ割れるんか。まずは練習。お、これあれちゃん、鳥の目のやつちゃん。オクタリアンの気配はせんの。え、これは違うのこれ。あ、これ、あ、濡れるやつか。ちょっとだけやったからね。ステージ2ぐらいまでやった。オッケー。ほんで、こうして、鍵を探すんやな。了解了解。ここら辺入ってんじゃん。入ってへんか。あ、これスポンジ、あ、これやし、これやし。オッケー、絶対この上やわ。よいしょと。もうちょっと大きくならん？ならんか。じゃあ、あ、これ違うか。これ上行かれへんやろ？引き寄せポイント？あ、あるんかいって見えへんかった。おっしゃ。んで、あ、ここ絶対ある、絶対ある。まあ、ここ強いぞ。お、鍵ゲットしました。オッケー。よし、おいおいおい。あ、おい、お、やめろ。おいおいおい、やめろ、おい。また行かなあかんやんけ。もう、オッケー。もうタコってなんか不思議やな。あ、ちょ、な、な、移動シュポシュポシュポってなってる。うわ、めっちゃ面白いねんけど。ストーリーモードってこんなに面白かったんだ。進むしかないよ。あれで1ステージに入んのかな。どうなんやろ。ふう、やっと出たようじゃ。うん、なんか当たり目が最後のボスっぽいな、これ。違うか。それにしても広いところじゃの。いいじゃない。うわ、かくれんぼしたい。かくれんぼマスターとしては俺かくれんぼしたいわ。のーのーじじいのー、ちゃうか。よし、行くぜ。電車来るんじゃん。これだけやたら光浴びてんねんけど。怪しい、怪しいぞ。電話の ID を検索中。通話の ID を検索中。おはようございます。ナンバー108、深海メトロ中央駅へようこそ。私は約束の地へのツアーアドバイザー、どうぞお見知りおきを。ここに来られたってことは約束の地へご出発なのですね。約束の地？あら失礼、ちょっと何言ってるかわからないご様子。じゃあ軽く説明させていただきますね。あなたも地下にいるなら約束の地って名前くらい聞いたことありますよね。そこは光あふれるユートピア、地下世界、地下住民の理想に満ちた花園。幸運なことに約束の地へ行くことができる資格をあなたは今手に入れたのです。過去に挑んだのは17名、あなたは通算18番目のチャレンジャーとなります。それはあなたにとってまだとない人生一発逆転の大チャンス。そんなわけでこの深海メトロ中央駅はその約束の地へ向かうための出発点となります。じゃあ、はい、これま、な、ナマコ端末とナマコがですね、イコカじゃない、あ、そんなとこから出てくる、ちょっとグロいじゃないですか。ビチ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 言うて出てきましたよ。ナナコみたいな感じで、この先に必要なんでなくさないようお願いいたしますよ。それではメトロに乗って出発進行。オッケー。俺のだけ？ナンバー1008というのか。面倒じゃから8号と呼べばいいかの。じゃあお前3号って1万3番か。1万2番、1万2人はどうなってんじゃ。うん、地上のことじゃな。善は急げじゃ。8号端末とカードを拾ってそこを目指すぞい。なるほど、花園地上か。イカの世界ってこと。あ、電車来るんじゃん。え、どんな電車やろ。あ、普通の電車やったわ。これさっきみたいにエリア移動すんのか。え、お前入れんの、ジジイジジイ入れるんや。お前ナマコは、ナマコカードは持ってるか。お、8号や、わしはちょっと疲れたぞい。しばし一服。え、何すんやろ。タバコとかではない。あ、車掌さん車掌さん来た。めっちゃ可愛い。本日もメトロをご利用ありがとうございます。私、車掌を務めさせていただきます、ナマコ車掌と申します。な、このナマコ喋りおる。おや、ご利用は初めてでしたか。うわ、すごい、ウミウシみたいな感じがする。青色ウミウシみたいな、小学校の時習った気がすんねんけど、生物の授業で。早歩けお前、もっと。それでは説明させていただきます。ここはネル社の運営する地下の巨大実験施設、その実験場同士をつなぐ深海メトロでございます。おや、あなたナマコ端末をお持ちですね。ということは約束の地に行かれるのですね。
そうですけど。そうじゃ、わしらは早う外に出たいだけじゃ。承知しました。約束の地は地下住民禁制のユートピア。そこへ行くには各駅のチャレンジを乗り越え、どこかにある4つのあれを集めてくださいまし。あれが4つ集まったとき、約束の地への扉が開かれます。ちゅうことは、そのチャレンジをクリアすれば地上へ出られるんじゃな。おそらく。では最初のチャレンジにご案内いたします。 X でナマコ端末を起動してください。ほーん、こっち、あ、はあ、なにこれ、なにこれ、なんか気持ち悪いクラゲいんねんけど。いやいや、俺こんな、こんな俺地上出てきたらどうしよう。お前らここずっとおれよ。出て出てくんなよ。あ、こっち行かれへんのな。 OK、 じゃあ起動しますか。あ、これが00じゃないですか。あ、ん、最近の目か。あ、浮かび上がってるんや。行きたい駅を選びください。あ、左にどんどん進んでいくのな。オッケー、じゃあこれで行きましょうか。隣の駅。え？あ、こっちか。こっちか。え、もう5なん？ A の05になってるけど。よっしゃ、来たぞ。あ、ナマコお前も一緒に来んのか？あ、いいじゃないですか。クリア報酬600？ドレッサーの上で武器が支給されます。ナマコポイント。え、マジで？金いんのかよ、お前。どっかで積むんちゃうんか。まあ、ええわ。600もらえるんだな。あ、でもチャレンジ料100やからいいや。ほい。100円で行けます。最寄り駅ですね。駅のホームであります。駅についてる情報が知りたいときは、私、ナマコ車掌までお気軽にご質問ください。危うく演技を忘れるところやったな。オッケー。行くか。え？ A でタッチすると、ナマコポイントからチャレンジ料が差し引かれスタートします。オッケー。行かせてもらいますよ、じゃあ。行け！レッツゴー！チャ、イエーお始まる。おー、すごい、森を抜けてゴールすよ。いいじゃない。なんかちょっと普通のストーリーとは違うね、現実感が。うわ、タコやん、タコゾネスやん。おのちの仲間じゃろ、話しかけてみんか。え、仲間なんこれ。始末せよ。完全に狙われてますけど。ぬ、キャッツメ、仲間を攻撃するつもりか。やっぱ俺はイカなんかな。まあいいか、じゃあ倒させてもらいます。おい、逃げんなお前、ほら逃げんなって。よっしゃい。なんか押したぞ。気のせいか。あ、これ必殺技やん。オッケー、必殺技。まあ、最初は軽くね、サクサク行こっか。おー、あ、ローラーやん。なんかな、なんや、スフィアでずっと移動するみたいな。あれもやりたいしね。ん？あ、そっちか。オッケー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 。よいしょ。一人目。二人目、そっちな。これだけ取っとくか。これはいいか？もう逃げんな。オッケー、倒した。次行くか。あ、次どこや？あ、向こうって出た。ん？あ、こっちか。オッケーオッケー。次の道が開いてるでし、先に進むかの。最終チェックポイント。いいですよ。まだ簡単ですよ。対象を確認しますよ。対象な？オッケーオッケー。お、マジか。もう一発目やられたんやんけ。まあ、ええか。オッケー。え、これだけ？あ、い、あ、あ、あ、いたいた。あ、すごいすごい。なにこれ？武器？武器もらえんの？いた。あ、こういうことな。あ、違うわ。全然違うかった。ねえねえ、これ。おい、クリアー。いえ、危ない女子の聖地、ルーガモリ駅。おい、帰ってきたー。左行ける？おめでとうございます。一つ目のチャレンジをクリアしました。あなたが帰りのホームで受け取ったこのアイテムは、練りメモリーと言います。練りメモリーとは、あなたの心を読み取り、それを練り上げたもの。チャレンジをクリアするたびに、ネル茶から記念として差し上げます。ナマコ端末を LR で切り替えれば、ネルメモリーの取得具合を確認できます。なるほど。あ、右と左が出たよ。あ、右も左もこれ、いけるやん。なんか伸びていくやん。右1個しかないかと思ったけど。ん？ああ。おお、無線が繋がったようじゃ。サンゴ、応答されたし、応答されたし、どうぞ。うるせえ。姫ちゃん。誰だてめえは。うわ、先輩、急に大きな声出さないでくださいよ。お、お主らサンゴではないな。何者じゃ。なお名乗れ。てめえこと誰だよ。私は姫、赤、MC プリンセス。ショートでキュート、毒舌、饒舌。テンタクル、バリバリ、塗りたくる、縄張り、ナンバーよ。え、違う、よ、イェイ、イェイ、イェイ。よ、よ、よ。若造が好ましいラップでバトルと申すか。MC よっちゃんことわしは真の姿をとくとみよ。わしは当たり目、飯は3食当たり前、ボケて4食損とは出前。自虐じゃないですか、ただの。え？わ、ストップストップ。
当たり前さんでしたっけ。私たち今ここで通信機を拾ったんです。私たちは今南対山にいるんですけど、当たり前さんたちはどこにおられるんですか。南対山といえばタコツボバレーの近くじゃな。実はわしと八号もその辺りにおったはずじゃが、誰かに連れ去られて地下から出られないんじゃ。あらら、私当たり前さんと八号さんもう知らない場所ですか。それは困りましたね。大変そうなので、私飯田赤 DJ 飯田がサポートさせていただきます。とりあえずみんなの現在地を調べてみますね。私のサポートがお役に立てばいいんですけど。へい、八号だか八だか知んねえけど、ジジイはそこでおはぎでも食ってりゃ平気だよ。もうちと不服じゃが、ラップができるやつに悪いやつはおらん。じゃあわしらは約束の地へ行くためにチャレンジを進めるかの。そんじゃ八号行くか、よろしく。オッケーっす。ちょっと話が長いっすね。でこっからまた右か左か選べんのな。どうしよっか。あ、これで、あ、なるほどなるほど。あ、 A が5つってことはこの5つしかないんかな。もうとりあえず行くか。あ、5つじゃない、すでに6つあるわ。6、4、あ、4と6や。あ、スフィアちゃんこれ。オッケー、じゃあちょっとスフィアの方行ってみましょう。おい、聞いたぞ。これずっとスフィアで移動するやつじゃん。え、違う？あ、当たり目。あ、一回スフィアでゴールしてください。あ、やっぱりそうやん。行くぞ。レッツゴー。おら、スフィアや、スフィア。スフィアや。おらー、いいやん。爆発せえへんねん。これ爆発できんの？え、爆発できるんかな？あ、まだまだ。え、ちょちょ、まだ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 。これ難しいぞ。てか、1分しかないねんけど。ほっ、いけるか。よしよしよし、これドーナツみたいなの取って、よいしょ、届け、オッケーオッケー、よいしょよいしょ、危ない、ギリギリや。え、これどうやって爆発すんの。え、爆発できひんねんけど。あ、壁登れる、すげえ。 A ボタンでは、あれ爆発できひんの。まあいいか、よいしょって、ギリギリ。これなんや、こっちおったへんか。よし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 、おお、危ない危ない。でこれイクラのやつなんか取っといて、とりあえずサムネもバシャリと取っといて、オッケー。上行くぜ。残り40、あれ時間増えてる、気のせいか。待って待って、こっち来る、こっち来る、こっち来るやん。こっち来る、よいしょ、登れ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 。ほんで一気に行く、一気に、無理無理や。で左行って、こうやな、オッケー。あそこゴールあるやん、どこや、降りる、ここジャンプな、奥行ける、奥行ける、一発で、よしよしよし、今チャンス、今チャンス。ほっ、え、危な、びっくりした。 OK、 これでバシーン、あ、バシーン、イエーイ、ゴール、やったぜ。ペアルツ区域。